大谷武晴のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷武晴です。さあ今日は年始から数えて183日目、1年のちょうど真ん中の日なんですよ。あなたは今年の目標をどれだけ達成できていますか？今年も残り半分、目標達成に向けて改めて頑張っていきましょう。それでは今週もどうぞお付き合いください。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど、 C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね？それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、7月に入りまして暑い日がね、どん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 増えてまいりました。やっぱ暑い日はですね、涼しい屋内のカラオケボックスでカラオケ大会だ。ということでですね、毎月第1目はこのコーナー、大谷武晴のカラオケをうまく歌えるワンポイントアドバイス第5弾イエイ。はいはいはい、もう第5弾になってまいりましたが、今日のワンポイントアドバイスはですね、滑舌を崩してムーディーに歌おう。はい、滑舌悪くしていいの？と思うと思うんですけども、あのですね、滑舌を悪くするわけじゃなくて、崩すっていうのがポイントなんですね。で、滑舌が良すぎちゃうとですね、いわゆる丁寧に歌いすぎて、こう雰囲気が出ないんですね。ちょっと棒読み感が出てしまいます。結構歌手の人でも、一瞬今なんて歌ったのとか、歌詞見ないとわかんない時ってありません？ありますよね。滑舌はですね、ちょっと崩した方がですね、なんか歌手っぽく歌えるっていうのがありますのでね。じゃあ、どうすればいいのか、なんですけども、日本人はですね、ベロ、舌ですね。舌をですね、すごくしっかりと動かして滑舌を良くするんですね。まあ、例えば、ラ行とか、サ行とか、タ行なんですけども、ラの時絶対に上顎にベロがつきますし、サっていうのは、舌の前歯の裏にですね、ベロが当たって、こう、息をサって出したりとか、歯は軽く、歯でですね、ベロを噛むというように、結構ベロを使うんですね。そうすると滑舌が良くなります。喋るときはもちろんこれでいいんですけども、歌のときはこれ雰囲気が出ないんですね。はい。じゃあですね、まずですね、まあ、見本というか、悪い例、良い例をやりたいんですけど、ムーディーな歌手といえば、サザンの桑田佳祐さん。ということでですね、愛しのエリーという名曲ありますよね。あれを、まずですね、雰囲気を、いわゆる雰囲気がない感じ、滑舌よくちょっと歌ってみますね。泣かしたこともある、冷たくしてもなお、寄り添う気持ちがあればいいのさ。はい。なんとなくお行儀がいい歌に聞こえますよね。じゃあ、どうやって滑舌を崩すかなんですけど、ベロをですね、軽く巻くんですね。なんとなくこう、上顎に当たりそうな先、ベロの先っちょが、っと巻くんです。ジャイアントババの、アップルを真似する感じなんですけど、ちょっと舌を浮かせる感じで歌うと、こうなります。いい例です。泣かしたこともある、冷たくしてもなお、寄り添う気持ちがあればいいのさ。どうでしょうか？ちょっとだけ桑田さんっぽくなったと思うんですね。はい。なのでですね、特に、歌い始めの、いわゆる A メロと言われる部分の、ちょっとこう静かめに歌うところ、優しく歌うところは、ちょっとこの、巻き舌な感じでですね、でですね、歌うと、ちょっと雰囲気出ますので、ぜひ皆さんね、ベロをあんま使わないように歌ってみてください。
話すときはしっかりね、僕みたいに噛み噛みならないようにしっかりベルを使って、話してくださいね。はい、皆さんぜひ参考にしてください。それではここで一曲お届けします。大谷武春で縁。しましたのは大谷武春で縁でした。Cキューブソリューション事業部で営業を担当する伊藤正則です。情報通信を活用する企業様のお手伝いをしています。活用方法は企業様によりいろいろ。ベストな提案でお客様の笑顔を増やしていくのが私のミッションです。人と技術と感動通信 Cキューブグループ。はい、メッセージご紹介します。中村区のいちこさんからいただきました。ありがとうございます。au 名古屋にてミニライブをやってたのを見かけました。どこかで聞いたことのある曲が流れてきてびっくり。またどこかでミニライブがあったら出かけたいな。ステッカー欲しいよといただきました。ありがとうございます。そうなんです、僕栄にありますね au 名古屋でストリートライブをやったんですね。本当ギター一本で歌いまして、本当原点に戻ってですね歌いました。これからもいろんな場所でね歌いますので、ぜひいちこさんねまた見に来てください。そしてステッカーもちろんプレゼントします。待っていてください。そして番組ではメッセージを募集しています。メールはtaki@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武春のマイロードラジオまでお送りください。ステッカー欲しい方はね、ぜひステッカーくださいとメッセージも添えてください。それではまた来週水曜夜にお会いしましょう。シンガーソングライター大谷武春でした。バイバーイ。この番組はCキューブ株式会社の提供でお送りしました。